クリオ、元気そうでよかったわ。マリオさんの冒険のお邪魔をしてはいけませんよ。邪魔なんてしてないよ。まあね、最近全然出てくることないから。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。星の精を助けて、ピーチ姫のターンが終わってマリオにも戻ってきたとこよね。よし。え、で、なんだ、どうすればいいんだ。てかさ、あれはなんか火山から吹き出た宝物は一体どこに行ったんだ。え、あったよね、なんかそんなの。え、あったはずなんだが。火山の噴火にはびっくりしたね。しばらくご飯が喉を通りそうにないよ。大丈夫か。すごい噴火だったね。ドッカーンだって。何かがジャングルの方に吹き飛ばされるのが見えたよ。もしかしたらすごく美味しい食べ物かもしれないよね。なんで食べ物やと思うやろ。何が落ちたのか見に行こうって大人の人に言ったらダメだって怒られちゃった。そりゃあね、反省しろ。子供って苦労するよね。僕も早く大人になってマリオみたいに冒険するんだ。子供って苦労するよね。いいな。まあ、子供は子供で大変なんやけどね。また来てね、マリオ。もちろん。すごい大噴火だったね。他の4人はすっごくびっくりしてたけど、僕はそうでもなかったよ。僕はみんなと違ってとても落ち着いているからね。マリオはもう行っちゃうの？また時々遊びに来ていいよ。上から。僕は平気だけど他の4人が寂しがるからさ。もう自分がって言えよ。かわいいな、ツンデレか。キャー、すごいすごいすっごい。お山から火が吹き上がるなんてすっごい。何かが吹っ飛んでいくのもちゃんと見えたぞ。あれが何だったのか仲良し5人組で確かめに行きたいな。でもダメだよね。もっと大きくなるまではマリオの冒険の話を聞いて我慢することにするよ。だからマリオ、また俺たちに会いに来るんだぜ。勢いがすごいな、なんか。火山にあったお宝を何とかして手に入れたいのだよ。私の勘によると何か方法があるはずだ。なんか吹っ飛んだらしいよ。噴火でどこかに飛ばされてしまった可能性もあるな。とにかく私はこの村で手がかりを探ることにするよ。一緒に来ればいいのに。無事だったんだね、マリオ。すごい噴火だったからどうなったか心配していたんだよ。クッパの手下たちが火山を熱くしすぎたせいだって村長さんが言ったよ。こんな怖いことはもう起こらない方がいいよね。そりゃあね。キャー、大迫力。噴火ってすごいね。僕らドキドキだったよ。マリオは噴火の時火山の中にいたんだよね。すごいすごい。どんなだったかお話を聞かせてよ。いや、もう危機一髪だったよ。え、急いでるの。がっかりだ。それじゃあきっとまた遊びに来るって約束して。まあね、今からちょっとお宝拾ってくるわ、私。どこにあるんやろうな。どの辺に飛ばされたんやろ。なんか引っかかっとんかと思ったら全然違うな。とりあえず行けるところ行ってみよう。あ、これか。これじゃない？どう？火山の宝、おー、ほらほらほら、ゲット。グツグツ火山の宝物。なんかすごいあっさりした感じやな。めちゃくちゃあっさりした感じだな。フラワーさんってなんかあったっけ。なんか前回話した時花の種持ってなかった気がするんよね。どう？よう、こんにちは。元気かい？え、俺の種が欲しいのかい？ありゃあ、しまった。ついさっきチャールズとかいうおじさんにあげちゃったよ。え、チャールズさん？すまねえな。俺は気前がいいから何でもあげちゃうもんだからね。ちょっとおじさん。ちょ、チャールズさん、チャールズさん。その花の種、私が植えないといけない種なんですけど。私が植えて花をいっぱいにしなくてはいけないんですけど。あ、火山の宝と交換とかそういうことかな。この火山の宝なんかに役立つんかな。やっぱ普通にそのブツブツ交換。チャールズさん、お、ほらほら渡せる。あったよ、これ。おー、マリオくん、これはお宝ではないか。一体どこでどうやって。落ちてたよ、ジャングルに。いや、それよりこれを私にくれるというのかね。まあまあまあ、くれるのかね。本当にいいのかね。
君は5本本当に素晴らしい。ありがとうマリオくん。いえいえ。そうだマリオくん、お礼にこれをあげよう。お、不思議な種をもらった。キノコタウンのフラワーガーデンでリップに大事に育ってもらおう。よしよし。ジャングルを探検中にフラワーさんからもらったんだよ。いつの間にジャングル探検してたんだよ。え、ついさっきって言ったよね。何やら貴重な種らしいのだが、私にとっては興味がないものでね。てか、え、ついさっきあの辺を探検しようってなぜあの宝箱に気づかんかった？いやーお宝が手に入って、もうこれでこの島に思い残すことはない。素晴らしい探検であった。これは考古学の歴史に残るであろう。さあマリオくん、キノコタウンに帰ろうではないか。はあ。帰りましょう、帰りましょう。ん？帰るの、どこからだ？こっちからでも帰れるんやっけ？待って、ここ違うな。ちょっと待って。いや、一回さ、ジャングルの中を通って、クジラのところに行ったやん。あ、そこから普通に出れるんか？二箇所から行けるんやっけ？じゃあね。ええー、やめてって、追いかけてこないで。キャー、来ないでください。ええー、怖い怖い怖い。次から次へとやってくるんですけど。あ、いたいたいた。早いよ。いやいやいや、マリオくん。君が来るのは待っていたよ。いや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 、一緒に来いよ。さあ、一緒に帰ろうではないか。はいはい。キノコタウンに帰るんですか？帰ります。うわ、直接的に目を踏まれるとかめっちゃ痛そう。素晴らしい冒険だった。さらばチャンボルト、また会おう。うおー、何？お？また君か。ぜえぜえぜえ、旅立ったよ。旅立ったよマリオ。やったぜ、俺は泳ぎ切ったぜ。泳いできたのマジで。よしマリオ、お前と決着をつけてやるぜ。なぬ、どこへ行くんだ。マリオ待て、逃げるなんて卑怯だぜ。くそー、また泳いでくるの。大丈夫か。めちゃくちゃ体力使うんじゃないか。かわいそう。コアッパやったよね名前。追いかけてる。めちゃくちゃ追いかけてる。え、でもすごい早いやん。めちゃくちゃ早いやん。お、なんかちっちゃい魚も泳いできた。ふぅ、到着。ありがとう。へい、やっと到着だ。マグロの背中に乗っているのも疲れるものだね。クジラだよ。今回はマリオくんにお世話になりっぱなしだったね。いやー、ありがとう。私はとりあえず、のこのこ村に帰ることにするよ。妻も待っているだろうしね。そっか、奥さんおったんやっけ。またどこかで会えるかもしれないね。ではごきげんよう。どうもどうも。さて、お、うおー、うおー、来た来た。ぜえ、ぜえ、ぜえ。もう当分泳ぎたくないぜ。そりゃあ、まあそうだろうね。往復してきたんやろ、休む暇もなく。さあ、マリオ、今度こそ勝負だ。え？おりゃー！え？そのまんま？突入？待って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 、こっちも体力めちゃくちゃ削られてるんですよ。ぜえ、ぜえ、ぜえ。行くぜ、覚悟しろ。なんかめちゃくちゃ体力減ってない？あ、しまった。泳ぎすぎて体力がなくなっちまってたぜ。体力20なのね。体力がないのは気合でカバーだ。行くぜ、パワーアップ。え、また何飛ぶ。うわ、飛んだ上にそんなトゲついてましたっけ。お前の攻撃の方法はよくわかってるんだぜ。どうだ、これならお前は迂闊に攻撃できないぜ。これって頭いいぜ。今日こそ俺の勝ちだぜ。ほう、ということは、とりあえず星のせいで。あ、見て、お姉さんのキスやって、HP を20回復。おー、え、20ってめっちゃじゃない？
え、だって前の5やったよね。あ、でも HP のみなんやね。なるほどなるほど。え、とりあえず3使って回復しとく。3使って回復してからの星の降るより星の降る夜しよっか。回復してください。そんな感じ。イエーイ。んーで、どうしよっかな。でもここの辺とかもさ、どうなん、ダメージ。あ、でも直接体当たりしていくわけじゃないけん大丈夫かな。めちゃくちゃに泳ぎ回り敵全体を水で攻撃する。何めちゃくちゃに泳ぎ回り。 BA ふんふんふん。 AB 下 B。 え、弱っ。クソ、そんな攻撃で来るとは。めっちゃ弱いやん。ちょ、違うやつにしようや。え、どうしようかな。でもレサレサやったら直接攻撃しに行くけん、なんかトゲでダメージ受けそうやしな。とりあえずちょっと待って、星の降る夜使うね。さっきこっちパレッタとかにすればいいんかな。パレッタシュートならさ、遠くから攻撃できるやろ。めっちゃ削られたよ、大丈夫。仲間チェンジ、パレッタかな。とりあえずピンキー多分空飛ぶ敵にはいかんかったと思うけん、うん、パレッタで。結構なダメージやな。でどうしようかな。アイテムなんかあった。ファイヤーフラワー、あ、ファイヤーフラワー使うか。直接行ってダメージ受けんようにしよう。ハッピー、回復した。そっかそっかそっか、そんな効果あるんやったっけ。なんかちょっとずつ回復するみたいなのやったよね、パレッタシュート。いけ、上すぎた。上すぎたよー、くそ。もうアイテムないんですよね。どうしよう。とりあえず願っとくか。下手なことはしない。うんうん。ちょ、パレッタシュート。初めて失敗したんじゃない？よし。あれ、直接生きよるな。でもダメージ受けてないな。大丈夫か？願う。まあ、でもあと17しか体力ないけん、マリオは下手なことしないようにしとこう。いけ、よしよし、イエーイ、やったね。しかも結構なスターポイントの数。あっ、よく考えてみると島まで飛んでいってれば無駄に体力を使わなくてよかったのでは。そう、何のための羽。そしたらマリオにも楽勝で勝ったかもしれないぜ。俺って頭悪いぜ。ガック、大丈夫か。あ、もう動ける。ホギー、大丈夫。そのなんかジャイアンの歌声みたいになっとるけど。静かになったな急に。マリオさん、花のお世話をしているリップちゃんがマリオさんを探してましたよ。お、マジで。私も今から行くところ、リップさんのとこ。やあマリオさん、ジャンボル島に行ったんですってね。僕も昔ジャンボル島へ行ったことがあるんです。その時は吉井村の人たちにとってもお世話になりました。あそこは暖かいし、食べ物は美味しいし、本当にいいところですよね。潮風に吹かれながら食べるランチは最高でしたよ。ああ、また行きたいなぁ。ヨッシーはあんなに離れたところに住んでるんだな。こんな子たちおったっけ。マリオ、また会えて嬉しいの。うちのお兄ちゃん頑張ってる？クリコ妹としてとっても心配なの。よね、ここにもともとおらんかったよね。最初の町におった子たちやろ？どうした？こんなとこまでやってきたの。まあまあマリオさん、またお会いできて嬉しいわ。今日はお買い物に来たんですよ。栗村からここまで来るのは大変でしたけどね。でもちょうどよかった。クリオに会えるかなと思っていたんですよ。あ、クリオに、ちょっと待って、代わってあげようか。クリオ。
はい。クリオ、元気そうでよかったわ。マリオさんの冒険のお邪魔をしてはいけませんよ。邪魔なんてしてないよ。まあね、最近全然出てくることないから。オイラのおかげでマリオはすっごく助かってるんだぜ。そうでもないかな。まあまあ、一度クリオがそんなにお役に立ちますか。嬉しいわ。おじいちゃんやパパにも教えてあげなきゃ。マリオさん、そのうちまた私たちの家に遊びに来てくださいね。やめてよママ、恥ずかしいからさ。オイラもう子供じゃないんだからな。何言ってるの、とってもいいことでしょ。本当にもう親はいつでも子供のことを心配してるのよ。めちゃくちゃ喋るな君たち。チェ、オイラのことすぐに子供扱いするんだから。いやいやいや、お兄ちゃん怒られてるの。うるさいぞ。平和だな。いやお兄ちゃんがいじめるよ。また同じ内容になったりせんよね。マリオ、お兄ちゃんのことよろしくお願いします。なんだよクリコ、生意気だぞ。いいだ、めちゃ短かったこっちは。さあちょっともう一回オプクさんに変えとこ。次誰が必要になるかちょっとわからんけど、あ、こっちか。ここやんね。あれ違ったっけ。あれ全然違うな。どこだ。あ、こっちよね。あ、合っとる合っとる。え、合ってないぞ。合ってないぞ。こっちじゃないぞ。こっちの上か。こっちの上の右下らへんか。あ、おったおった。どうも。フラワーランドというお花の国からフラワーさんがやってきたの。フラワーさんの話では、フラワーランドのお花さんたちがひどい目に遭っているんですって。お、今度はフラワーランド？行く場所は。フラワーランドに行くには、どこかにいるフラワーさんがくれる種が4個必要らしいわ。お願いマリオさん、フラワーさんを探して種をもらってきてほしいの。種を持っているフラワーさんがいる場所は、デアールさんの占いできっとわかると思うの。4箇所ね。ふんふん。とりあえずこれどうぞ。まあ、種をもらってきてくれたのね。私とっても嬉しいわ。さあ、これでまたさらに、増えますか？花が。増えたんかな？この手前の白い花が増えたんか？フラワーランドは変な奴らのせいで大変なことになっています。お願いです。私たちを助けてください。頑張りましょう。じゃあ、とりあえず、ここよね。占いしますか。どうも。おう、マリオよ。お主の進むべき道を占ってほしいであるか。ただし、5コインもらうである。良いであるか。コインないんすよ、今。やめるであるか。進むべき道に迷った時はいつでも来るが良いのである。占い以外に用があるなら、足の横に来て話しかけるのである。普通にこっちで教えてくれない？ちなみに、占ってほしいときは、テーブル越しに話しかけると良いのである。ですよね。ですよね。お金が欲しいです。チャールズさんやん。この先のポカポカロードで、ゼニの子というやつが道を通せんぼしているのだよ。カメか？しかも、やつはやたらめったら強いみたいなのだ。まったく困ったものだよ。え、てか、あれか。さっきのさ、誰やった？コアッパ。やっつけたとき、普通のコインは手に入らなかったのか。仕方ないから、なんとかのこの小村に帰ることのできる抜け道でも探すとするかな。ほうほう。待って、一旦セーブしとく？てか、体力はどうだ？体力も少ないままなんやな。よし、回復してセーブしとこう、とりあえず。このまま進んでいったら危険な気がする。ね。はい、止まりまーす。